皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月の17日、14時8分、昨日、ロッテの皆さん、クライマックスシリーズファーストステージ、まず、勝利おめでとうございます。もう私の方針でも、まあロッテの方向性で考えてまして、でいつもあのね、あの延長戦、も本当に野球は9回まででいいのに余計に延長戦仕掛けてくるでしょう。で晩ご飯の終わるまで食べれないでしょう。でその間もちろんもういつものパターンでいくと笑ってたら試合に良くない影響が出るし、とにかく何か頑張っておくと。で頭の中一応送ってはいたんですよ。そしたら気がついたら、まあ速報って何分か遅れで出てくるじゃないですか。見たら延長戦で3対0になってソフトバンクがリードになっちゃったんですね。でその時もう僕正直諦めてしまったんですよ。こういう状態ほとんど心の中ではもうやってられるかみたいな。こんだけ頑張ってて晩飯食うわもうええわ。でただその中で別に声に出して怒ってるわけでもないんですけども、ただ心の中でおかしい、ソフトバンクの監督さんも阪神タイガースの試合で負けって認めてたでしょっていうことを、これ笑いながらじゃないですよ、真面目な心の声で指摘してたんですよ。でもあとはもう晩ご飯食べて、でもちょっともう拗ねてる状態、またソフトバンクかと思います。別にソフトバンクのことは嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけど、もともとソフトバンクもダイエーホークスの時にどうしようもなかった状況があったんですよ。5位とかそういう順位ばっかりで、でそれでなんとか勝てるようにしてた時期あったんですよ。そしたらソフトバンクになった時、それはそれで今度、まあだいぶたくさん高近年、まあ15年以内の範囲で見たらすごく優勝してるでしょう。でそれはそれで止めにくくなってた部分もあって、コントロールが効かなくて本当に、で、本当はこうロッテを次のステージに進めたかったのにと拗ねながら、まあ報道番組一応名刀して早送りで、でまあ一通り報道ステーションも終わった後ぐらいですね、インターネット記事でかなが報道ステーション、報道ステーション終わった後のインターネット記事だったと思います。ロッテが4対3で勝ってると、それ見てびっくりしてわあ、多分最後決め手になったのはソフトバンク監督負けって言ってたでしょっていうそれだと思いますよ本当に。まあね、まあテレビの画面見ながらとかだったらほぼほぼちゃんとこちらもスタンバイ整っていたら、その勝ちに行く準備が出てできていたら、勝てるだけの環境が整っていたら、他のスポーツもそうなんですけども勝つ自信はあります、ほぼほぼ 100% で。まあとにもかくにもまあロッテが勝ってよかったです。まあまあ明日からは阪神タイガースのクライマックスシリーズがありますので、もう僕はそこに全力を集中していく所存で、まあ阪神タイガースが日本シリーズに進んだ時にオリックスがもし出てきたら関西ダービーという形になるでしょうし、それは史上初でしょうし、まあロッテが出てきたらまあどちらにしてもね、オリックスに関してもロッテに関しても貸し借りで言うと
大分勝たせてあげた方なんですよ。ロッテが昔優勝した、2005年かな、それぐらいの時期、2004年か5年かそれぐらいの時期、優勝してた時期あるじゃないですか。あの時、オリックスのグリーンスタジアム、グリーンスタジアム神戸のところで、僕、ロッテファンに集まって応援しに行ったんですよ。で、ロッテ優勝してるんですよ。だから、ロッテ、もう立場、僕から言わせたらね、あの立場分かってますよねって、日本シリーズ。貸し返してもらわないと、法のもとに平等ということになってますと。その日本国憲法でね。法律込みで、もう僕は絶対あの阪神タイガース勝ちに行きますからね、日本シリーズで。オリックスが出てきたとしても、ね、もともと本拠地神戸で阪神淡路大震災があって、その後の話とかでもあったでしょう、長い間。オリックスが優勝できてなかった、そこも何とかしたいって僕言ってたじゃないですか。で、何とかしてきたじゃないですか。もう分かってますよねって。ここ阪神タイガースに貸し借りとして返してもらわなかったらダメですからっていうことで、その方向性でもうここでね、しっかりと記録、つけておきます。皆さん、しっかりとチャンネル登録と、もうこんな話聞いて、日本シリーズ両チームともどちらかなってきて。どんな気持ちで戦ったらいいんだろうってなると思いますけど。もうね、本当にね、まあいろいろ阪神タイガースの試合の勝ち負けでも、やっぱり日本代表のワールドベースボールクラシックとか僕担当で試合の勝ち負けを行ってたじゃないですか。まあそれは皆さん周知の事実だと思うんですけども、これがややこしいことに、対戦してる相手チームに日本代表の選手はいるでしょう。僕が頑張れば頑張るほどその影響、日本代表だった、特にワールドベースボールクラシックとか今まで日本代表の経験のある人とかまた結果出すんですよ本当に。でそこはそれも途中から YouTube にアップロードして言ったか、テレビに向かっていう方法の、まあ、両方かもしれません。それで恩の返し方が違うと。それは、どこそこの急な相手に対して、打って返したりだとか、阪神タイガースで打ち返してきてどうすんねんと。話違うでしょ。今年は阪神タイガース日本一狙う年であると。今までの1950年からの日本一の回数だとか、リーグ優勝の回数とか、阪神タイガースなんか最下位、最多なんですから。ね。ここで優勝させてもらえなかったこっちももう持たないから、本当に毎年毎年こんなに苦しい思いしながら、優勝を目指す、本当にしんどいですから。もう朝からエンゼルスの試合に取り組みな。もう阪神タイガースへのメッセージとか全部見てもらったら分かりますけども、その、つなぎの打線とかそういうワードがあるじゃないですか。つなぎの野球とかね。他のスポーツとかも繋がっちゃうんですよ。スポーツだけじゃないんです。テレビという枠組みで、多分、エンゼルスでね、まず注意点があるのは、私の、大谷翔平へのメッセージなどで述べてると思うんですけども、兜のパフォーマンス、あれ始めてから順位下がってるんですよ。それまで1位争いしてたんですよ。大体1位だったんですよ。兜かぶったら、かぶればかぶるほど順位下がっていって、負傷者続出なんですよ、本当に。で、史上最多、その怪我の状態が、そのひどい人たちの故障者リストが史上最多なんですね、今年のエンゼルス。もうそこまでなったら、もうどうしようもなくなりますんで、優勝争いで。他の競技でもそうなんですよ。パフォーマンスは絶対しちゃダメ。本当に。結果、良い結果、その時出たとしても、その後どうなるかわからない。例えば、100メートルかける4人の男子のリレー。サムライポーズっていうものを、東京オリンピックの前の、リオデジャネイロのオリンピックだったと思うんですけど、ブラジルの。入場した後、こう、サムライポーズ、こう、刀を抜くようなパフォーマンスしたでしょ。で、あの時の動き見てもらったら分かると思うんですけども、みんな、ぎこちない動きになってるんですよ。
もう本当はああいうふうな動きになった時点で、スッと動けなくなった時点でやめなきゃなんない。本能的で本当は体で分かってる方だから。で、その時は銅メダルか何か取れたと思うんですけども、史上初か何か。で、東京オリンピック本番でバトン落としてるんですよ。だからこのように、他でもいろんな結果が出ていて、まあちょっと今、記憶、まあいろいろ探さなきゃ、まあ、その証拠というような形で、まあ、証言がしにくいんですけども、とにかくね、パフォーマンスはするべきじゃないんです、本当に。で、シティハンターのアニメのその映画で、エンジェルダストっていう題名の映画が今年あったじゃないですか。で、日本語では天使の涙って書かれてるのに、英語のワードではエンジェルダストなんですよ。ダストってゴミじゃないですか。で、まあ今年、まあそれなりの台風が発生した時に、アメリカの西海岸で、アナハイムエンゼルスのところに直撃してるんですよ。で、ちゃんと試合休みだったから、それはフェイクニュースじゃないということで、本当に台風来たんだなっていうことがわかるんですけども、気象から何から何までつながりますんで、いろんなところでね、これはテレビ局を通して、いろんな業界が、いろんな名称に関して気をつけていただけなければならないっていうことになってくるんです。要点は一つじゃないんです。先ほどのパフォーマンスの件も言いましたけども、例えば阪神タイガースだったら、佐藤輝明選手とかがガムかまされたりしてたじゃないですか。あとノイジー選手も。もしガム噛んでなかったら、多分2人とも2割7分台ぐらいは打ってると思います。で、まだね、サード方向のラインでしょう。サードの選手まで判定ジャッジおかしくなって、多分頭なんか変になってると思うんですよ。で、これは、例えば僕なんか、頭のいい人と、まあ、知識人の人たちと一緒に仕事がしたいっていうことを言うんですけども、そういうには根拠あってね、頭の悪い人とか変な人が紛れ込まれたら、仕事はめちゃくちゃなるんですよ。まあ、分かりやすく言うと、慣れてない人とかも該当してくるんですけど、それだけじゃないんですよ。もう慣れてるはずなのに、仕事上にくだらない笑い話とかをし始めるような人間が混ざり込んだら、仕事でちょっとした失敗にせよ、発生する確率は飛躍的に上がるんです。本当に。で、これが危険なスポーツや仕事であればある、これも一般の社会も同じですから、危険な仕事をしていればいるほど、やっぱり大きな事故、怪我につながりやすくなってるんです。これは髪の毛を染めたりしても同じなんです。ですので、そういったところを含めて、まあ皆さん、注意、警戒していただけたらなと思います。で、ある程度コンピューターグラフィックで髪の毛の色とかが変わったりしてるっていうのは理解しています。で、その辺のところでも、まあ、前田健太投手に、まあちょっと聞いてみたいですね。大リーグの元広島カープの、こちらの方のテレビの映像では髪の毛染めてる映像なんですね。で、やっぱりシーズン序盤に早々に怪我が発生してるじゃないですか。だからその辺のところで、他のスポーツでも一回統計取ってほしいんですよ。例えばボクシングとかでもサッカーとかでも、髪の毛染めてる人と髪の毛染めてない人の怪我をしてる割合、これ計算したら多分はっきりとした数字出てくると思いますよ。まあそういうことを含めてね、皆さん、気をつけていただけたらなと思います。まあ明日からこちらは阪神タイガースの、クライマックスシリーズをの勝利を最優先にして、スポーツの勝ち負け、取り組みたいと、こういう所存でございます。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、あと、設定通知が来るように、まあ、各自お持ちのスマートフォンとか、まあ、iPad の方は iPad とか、まあ、そういうふうに、着信通知
が来るように設定していただけると助かります。あとこの点の話をね、自分の身の回りの方たちとかに、まあ政治経済でも重要なことを言ってますので、見ていただけたらなと思います。実際私の一言で原油価格も為替相場も動いてますので、でそれはちゃんと国連とか、世界中の首脳の人たちがいろんな意味を含めて理解をしてそうしてるんです。エネルギーの残存量問題とか込みでね。いろんなことを知っておいて損はありませんので、まあ自分にその息子さんや娘さん、お子さんがいらっしゃる方たちとかは、まあ、一応私の YouTube はアップロードしてる内容は18歳以上を対象にしてるんです。その神がかり的な力とかいろんなことも含めて言ってるので、まあ、学校の勉強込みながら、まあ、全てが全てはなかなか覚えれるもんじゃないので、ただある程度のことは知っておいた方がいいので、為替相場とか原油価格とかそういったことは、エネルギーの残存量問題とか、その辺のところは自分のその所有してる、まあ、スマートフォンとかで再生して自分の息子さん娘さんに見せてあげて、まあ勉強の一つの材料にしていただけたらなと思います。ということで、本日は、この辺にさせていただきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、お互い頑張りましょう。